파스타는 먹게 돼. 力入れたらパッ外してどうできるんですか。力外してこれを向ける、逃げて抜いてドン。これは感じるような動きしたら相手に伝われる。ここで押さえた、はい、はい、外してパッと握って、はい、こうこう、はい、これは分かるんですよ。ほら、はい、動きが分かるから、はい、おお、でもこれはついたら止められんだ、はい、今掴んだままの突き当てるからですよ、はい、離れたらこういう掴み方されたら、はい、みんなこて返していけるね。これは掴んで捕まらせないところ、掴んで捕まらせない。一瞬なんだもん、ブーだな。今笑ってやってみる。ここでやったらもう終わりよ。ここで抜けば剣も短剣も杖も一緒、杖も一緒、手もね、刀、刀法も杖法も全部一緒で、これ手技、杖持ってやる。ここじゃないんだよ、こっちで使う。ここで突きたい。剣もこっちで切る。剣もこっちで切る。そうすると、こうこっち。山の剣も同じだよ。居合も。手で抜こうとすると難しいけれどもね。こっちでこう。体を切る。手を切るんじゃない。こうしようと思ってるから抜いて、はい、外すとこれで入れるのに、みんな頑張ってくれるのよ。生き残り人たちは不思議でしょうね。ここでやったらこれ外して、で外して逃げると、外して逃げると何個か、ここに、ここに、だから何時間やっても疲れないんだよ、一日。これの結構なんて1時間8時間だな。私が技見つけて慣れてるでしょ。今見せると結構少ないもんでしょ。見せてこういう技やってくださいねって言ったから、それが30人も出るもん。今は高かった、ただ落とすだけ、投げるだけ。人間の体の骨の仕組みが分かったらね、お医者さんでしょ、体の仕組みが分かるから、ね、筋肉と骨だけの仕組みじゃなくて、木の導きを起こってるからね。これをね、別に同じなんだよ、何もやってないんだよ、痛く何分もないだろ。痛く押さえつけてるわけじゃない。ここ合わせ、これが一挙だよ。押さえれば一挙。こっちと同じ。同じ。これが書いてないみたい。手を使う。押さえる、はい、力入れたらできないけど、グッと、はい、これでいい、結構こっち力入れて、こっち、こっち、これでいい、今日これでいい、こんな感じでしょ。肩つかんで、これでこうなってつもり、俺はこっちにいるんだよ、今ここにいるけどな。だからここにいたら足切られるんだよ。足切ってごらん。ここで力
踏ん張ってたら、はい、来てごらん。感じれば動ける。こっちもうこっちでやれるんだよ。これの動きが反対に、はい蹴り、こっちでこのままパーンって横蹴りして疲れるとね、蹴れるか回し蹴り来るか、こっち回して回して、これやられるんだよ。どうぞ。ここね、どっちなんか構えたらやられんだと、バーッと大きいやつに150キロ、身長2メートルのやつなんかいたら、皆さん、今の立ち技ですか、座り技ですかって言われるんだよ。ちっちゃいから、こんなやつが俺見てると立ってるか座ってるか分かんないんだって、足短いから。でしょ、私の股下が70センチぐらいあることすれば、彼らは膝下70センチなんだ。これが長いんだ。二の腕はそんなでもないんだよ、はい、足もしっかり。だから一瞬崩すとこんだけ大きい、この俺の落差あるね、二メーターの人たちは。これどうしても上に返せるの、返せないんだ。こっちに向かうの、こんな感じが来れない。受けるから大変。これを吸い込んで、大きい人ほど大変、倒れるのも大変。これちっちゃいから的がちっちゃくてやりにくいんだってねえ、小学生サイズだもん。イギリスに行って変な話ばっかりやるけど、6歳の子供よ、小学生の子供へのパンツ買ってきて、ママにあげたの。そしたらでかすぎるって。じじがちょうどいいって。そのぐらい体の寸法違うでしょ。あんまりじじにしてお前ちっちゃいな。そうですね。俺、でかい相手ばっかりしかやってないから、よその国に行った時ね、女の人でも気分せんね。俺よりちっちゃい子ってなかなかない。小学生サイズなんでしょ、大半にね。今見たら やるんだよ。いろんなことやるんだよ。小技にこだわらないで、崩しをこう。これは手でなくて、腰をひねるような。手はやらん。腰。この腰のひねり。ね。で、足を一歩出しなさいっていうのね。ところが、力入れてると本当はやられるんだよっていうのを、覚えてやっててくださいね。基本技に5回やりますからね。山スタイルが一番いいのは、私はね、絶対批判じゃなくて、基本に忠実に忠実にやるんです、ね、いつまでもやってるから。私もここで山スタイルだったのか。でも全然どんな動きであろうが、大先生からなった斉藤先生の技の動きっていうのは基本中の基本。斉藤先生、力入れてないけど、はい、晩年特に言ってた、はい、力抜けたら三大樹の稽古で気の流れの稽古をする、はい、ところはみんなパワフルだと思ってるから、弟子たちがね、じゃなくて山下るとか、はい、な、まあ、やるさすぎやってるけれどもな、三大樹、はい、こうやってね、で、こう投げてるけれども、これが今の動詞になると、こっちでこっちじゃないか、あの先端の動きは滑り込みでこっち、こういう動きね、今の動詞にするとこうやったら、そう、でも私は逃さないよ、この動き吸ってしまう。一つにして投げっぱなしでなくて、ここで、ね、いつでも後ろ180度守れるなり、止めなくても見える。攻撃しようと思えばこっちで、こっちで
そら半分、俺は左目見えないからね。だから90度の近くしかないから、こんな感じで、こっちで、ね、感じるだけ。バックミラーで見てるだろ、みんなサイドミラーで全部後ろ見てるだろ。あれは見もあれが、まずは一票片手取り、片手取り、同じよ、片手取りもね、こういうおうちも一緒なの。みんな構え、さあ来いって、こわい吸ってこい、こわい、片手取りも同じ、形は同じですよ、みんなね。基本中にして、きっと力入れた方が動くか動かないかの違いをすればね、もっと稽古も楽になるし。これやりたいな、やってもいいですよ、あなた方やってください。私の目の前で怪我されたら困るんで、それはやらないでくださいね、だけを申し上げます。一挙片手取り、正面打ち一挙ね、はい、基本やったでしょ、はい、感触分かった、感触、こっち